高校日本史プラスアルファ教科書だけでは分かんないところをもうちょっと詳しく説明してみようというシリーズなんですけど、山川の一番新しい教科書を読んでいて、将軍実朝に説明文がついていることに気がついた。あれ、こんな説明文あったかなと思って、私が現職の頃の教科書を出してみると、将軍実朝がとなっていて、ここの文に説明がない。山川の養護集はどうなってるのかなと思って見てみると、1995年版は、実朝は北条氏の圧迫が強く、あ、やっぱり何の説明もないやんと思って、2018年版を見てみると、実朝は、政所を中心に将軍権力の拡大に努めた、というふうに、説明が増えてるんです。あれ？と思ってウィキペディアを見てみると、まあ、いろいろ書いてある。で、最新の教科書と最新の用語集に付け加わった赤い字の部分。これは一体何を言ってるんだということを知りたくて、本屋さんに行って本を探すと、酒井宏一先生の「上京乱」という本があったので、これを買ってきた。いつ出た本かなと思ってみると、2018年12月。これ非常に新しい本です。これを見ていくと、酒井先生はこう書いています。後鳥羽は実朝を支援していた。で、実朝は将軍としての力を強化しつつあった。その結果、朝廷と幕府の協調関係は進展していた。その中で実朝が後継将軍に親王を迎えましょうという構想を打ち出した。で、これが幕府内で審議された結果、これで行きましょうということで合意ができて、つまり北条義時とか北条政子とか大江広元とか、そういう人たちも、実朝の提案に賛成して、これね、最初はね、って将軍こと何言い出したんやと、警戒したみたいなんですけど、よくよく考えてみると、これよくできたスキームだということで、義時も政子も、実朝の提案に乗った。で、1218年、政子はわざわざ京都まで出かけていって交渉をして、で、後鳥羽は、よく来たなと。その提案、認めましょう、ということで、頼仁親王を将軍として鎌倉に送りましょう、ということで、北条政子と後鳥羽上皇が合意したんです。後鳥羽すっごく機嫌よくて、政子に官位もっと高いの送ったのかと。で、政子側から見ると、もう天皇とか上皇とかもう小物の人ですからね。いや、もうそれ多いと いうことだって、もう、いそいそと鎌倉に帰ったらしいですけど、後鳥羽のようにご機嫌さんだったそうです。少なくとも1218年、鎌倉幕府と後鳥羽上皇の関係は非常に良かった。で、そして、その状況はこれからも良くなるであろうと。北条政子も後鳥羽上皇も考えていた。まさか、その数年後に、承久の乱で、後鳥羽上皇と北条政子が戦うことになるとは、もう思いもしてなかったということのようです。実朝が提案した、皇族将軍構想って一体何なんだということで、これを、読んでいくと、一応説明があって、で、私なりに図解してみました。こういうもんかなということで。で、皇族将軍構想というのは、院政の鎌倉幕府版のようなもんなんですね。で、天皇は子供に譲位して上皇になって、これまで通り日本を統治する。これを治天の君という。で、上皇になっても政治の実権は握っている。
もう一つ、上皇になると自由な時間が増える。これを鎌倉幕府に応用すると、将軍を頼仁親王にする。で、実朝は元将軍として実権を握りながら自由な時間が増える。まあそうすると、ちょっと京都に遊びに行きましょうかということもできるかもしれないな。天皇って京都離れることできませんけど、上皇になると結構自由な時間あるので、ちょっと熊野詣になんてこともね、不可能ではないから。だからこの上皇っていう地位ってとっても美味しいんだよね。ということは、元将軍という地位も美味しいものなのかもしれない。で、後鳥羽上皇と実朝はうまくいくとして、じゃあこの鎌倉幕府の中にいる人たちはどうなのかと、まあ、トップはうまくいくようだけど、従業員はどうかという問題です。義時とか秀元とか政子は、実朝がこの構想を持ち出した時に、皇族将軍って一体これは自分たちにとってプラスなのかマイナスなのか一瞬わからなかったんでしょうね。もう私もこれ作りながらね、これこのスキームはどうなってるんだと、ちょっと理解するのに時間かかったから。でも考えてみるとね、義時も政子も秀元も、あ、これはいけるということに気がついて賛成した。だから政子が京都まで出かけていって、後鳥羽上皇と会って、頼仁親王を送ってくださいねって頼んだんだね。じゃあこの頼仁親王ってどういう人なのというと、頼仁親王というのは実朝の正室の、実はこの正室の坊門信子は後鳥羽のいとこなんです。で、坊門信子の姉妹と後鳥羽の間にできたのが頼仁親王です。まあ、人間関係もあるし、まあ、頼仁親王でと、で実朝も後鳥羽も合意した。で、そういう頼仁親王が将軍として鎌倉にやってくることについて、御家人たちはどう考えるかというと、親王が将軍としてやってくるということは、将軍の権威が上がるんだよね。というのは、天皇家の権威を取り込むことができるから。ということは、幕府はですね、パワーアップするわけだ。自分たちの属している組織のステータスが上がって、パワーアップすることは、御家人たちにとってもプラスである。この皇族将軍という源の実朝が考えついたスキームは、朝廷にとってもウィン。将軍にとってもウィン。御家人たちにとってもウィン。ウィン、ウィン、ウィンという、非常によくできたプランなんです。このね、スキームをね、考えついて、で、幕府の会議でこれを主張して、で、義時や政子や秀元も、考えてみるとこれ、いいプランですよね、と。いうことで動き始めて、で政子が京都まで出かけていって、このプランを実現して、で親王将軍の鎌倉への下向が決まったわけだから、源実朝ってただの人じゃないですよね。政治的センスも実行力もあるよね。でそういったことが最近研究の結果分かってきて、教科書にも上皇と連携を図っていたとか、将軍権力を拡大しようとしていたとか、実朝って主体的に政治力を発揮しようとしていたポジティブな人間なんですよ、というようなニュアンスが盛り込まれつつあるということのようです。